Hi, Animex viewers. I'm Kodai Matsuoka. ステージのパフォーマンスの魅力というのはやはり目の前にお客さんがいて、そのリアクションを生で受け取ることができるっていうのは、あのリアクションがそのままあるというか、それを感じながら演じられるので、まあ、日に日にやっぱ違いますし、その変化がまず楽しいですね。ストレッチしたり、いつもステージに上がる前はストレッチをしたり、筋肉トレーニングをしたり、また大きな声を出して体を温めています。テレビで演じるのとまず演劇で演じることの違いとしては、演劇はどちらかというとその技術をすごく使うというか、体を大きく見せたりっていうものが必要だったり、テクニックっていうのは必要な中で、その映像っていうのはそれをちっちゃくするんですけども、心の中の動きっていうのは変わらず、なのでその動きだったり、より映像だったら繊細になりますし、舞台だと少しオーバーにしたりっていう、あのバランスが難しいなと思います。ボス両方とは言いたいんですけど、まあどちらのトップがいいですかっていう質問に対しては、まあ舞台なのかなとは思います。その質問だと舞台のトップに一回なってみたいですね。なりたいです。印象深かったその反応というのは、あのナルトを演じている時にですね、初演の時ですかね、その時に僕が初めて、一番最初にこう出るんですけども、その時にお客さんがこう拍手をしてですね、1分ぐらいその歓声と拍手とっていう時間がありまして、それでもうどうしていいのか分かんなくなって、セリフが飛んでしまってすごく混乱したのは、すごく印象に残ってるお客さんの反応です。ファンの皆様、いつも応援ありがとうございます。これからももっともっと努力して、また皆様とお会いできるように、海外にも行けるように頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。 For more interesting contents, subscribe to Animex.